正則さんがなんとですね、北区周辺、正確に言うと豊島区なんですけど、出身で、それ関係あるのかどうかわかんないですけど、ひろゆきさん大ファンらしくて。あんま関係ないですね、豊島区だと。<laughs> か,かなりこう、北区寄りの豊島区なんですよ。あ、はい、了解です。室がも的な感じで。まさにそのとりで、すごく大ファンみたいで、ちょっといくつか質問をしたいというんで。はい、これもじゃあ一番、はい、結婚生活を円満に過ごすのに何を意識されていますか無理じゃないですかね、円満に過ごすとか。 まだでも多分、新婚で円満に過ごしたいんでしょうね、永遠に。本当に円満で何もないけど、長く続いてるみたいな話ってあんま聞かないですけどね。これ、回答はじゃあ,あき、諦めろですかね。いや、別に円満じゃなくても続けばいいんじゃないですか。ななんかその喧嘩しないで人と仲良く 続けられるるるのっっっててやっぱりどっちかかがが我慢してる時しし成立しない気がすすんですよねじゃあもう円満じゃなくてもいいから末長く頑張りなさいよってアドバイスってことですねまあその嫌なことがあったら揉めてでじゃあここが嫌なんだっていうのがお互いに分かって修復してちょっとずつトラブルを減らしていくみたいな感じじゃないかなと思うんですけどまあ確かになそうだな確かにね <laughs> でその時2番目なんですけど夫婦の金銭感覚はどう合わせていけばいいと思いますか 合わせる必要ないと思いますけどね。あ、これ多分ね、3番に繋がると思うんですけど、3番、はいはい、浪費家の方に浪費している、おそらくですね、これですね、奥様の方が少しお金遣いがラインではないかと、旦那さんが多分心配をされていて、はい、それをやめさせるにはどうしたらいいですかっていう多分、2と3が繋がってる質問なんですけど、いかがでしょう。 奥さんんんが自分ででで稼いいいいるんだったら好きに浪費していいんじゃないですか生活費の額として、この額はじゃあお互いに入れましょうと決めて、あとは好き勝手に使えばいいんじゃないかなと思いますけど。なるほどね。多分子供ができて、奥様が例えば一時的かどずっとか分かんないですけど、専業主婦になった時に節約してくれるかなってう、こう一人で食わしていかなきゃいけないって、多分心配だと思うんですけど、その時はどうですか あでも生活費に何万かを出すから、その中でできるかできないかでできないんだったら、じゃあ何万ならどうみたいな、多分交渉して決めた金額でやればいいだけな気がしますけど。交渉にじゃあ勝たないといけないわけですね、旦那さんは。まあ、もしくは、旦那さんが子育てするっていうのもありなんで。 じゃあ私が働くよって真奈美さんが言うんだったらじゃあその額もらえるなら俺がやるわって真奈美さんが言えばいいって話だと思うんで確かに交渉するか専業主婦に自分がなるかの二択をあとは尻に敷かれた後に逆転するにはどうすればいいですか無理じゃないですか、ね、まだ希望持ってるんじゃないですか希望をち続ければいいんじゃないかなと思います <laughs> でも多分もう敷かれ始めてるってことなんでしょうねこういう質問してくるてあまあそうでしょうねまあでももう分かってると思うんですよ <laughs> なので頑張ってください じゃあ、それを受け入れましょうねっていう。じゃあ、5番目。些細なことから喧嘩してしまった場合、仲直りするときに一番注意されていることは何ですか寝ることじゃないですか 時間が経つとその感情の波ってだんだん下がるじゃないですか。だから一回寝て起きると大抵僕忘れてるんですよね。うん、何が嫌だったのか。なので、割とスムーズに生活できるんですけど、まあ彼女の方は覚えてるんで、朝になって僕だけ怒られるって、そういう感じでもいいんですけど。向こうを落ち着かせるにはどうしたらいいんでしょうね、女性を。あでもまあ結局時間が解決するので、人によってそれが1時間の人もいれば半日の人もいれば1ヶ月の人もいるっていうので、まあ、相手が落ち着くパターンがどれぐらいなのかっていうのを覚えればいいんじゃないですかね。結婚式前にリサーチしてほしいところですね。 知り合いの夫婦が言ってたのが、空腹の状態で絶対喧嘩をするな。お腹減ってると余計に腹が立つんで、感情的になりそうなときはとりあえず黙って飯を食えっていう、でなんか、食事の時は喧嘩をしないというルールにしたらしいんですよ、その家は。うん、なのでな、何か揉め事がありつつでも、食事の時間になったらひとまず食事は揉めないで食べようと。で食べ終わった後また揉めましょうっていう、そういうルールだったらしいんですけど。 あ、面白い。10日に血液使ってると怒ってる暇もないっていう感じで体の中では血液が多いんですよね。あ、じゃあ、それもぜひ実践してもらいましょう。あとは、意固人になって謝ることができない方へはどう対処するよ多分これ奥さんが謝れないらしいんですけれども、奥様が。意固人になって、そういう人はどうしたらいいのかと。テキストとか外国語で書くとかでいいんじゃないですか奥さんに、総理って書かせると。 いや、その、口頭で面と向かってできないことでも、テキストだとしやすいとか、手紙だとしやすいとか、言語を変えるとしやすいとか、ちょっと表現変えると、割とそのハードル下がったりするので。じゃあちょっと奥様には、英語ペラペラになっていただきましょう。あと、可愛いから許せるは、夫婦においていく、いつまで続くでしょうか。そこ終わると思いますけどね。どうなんですかね。ちょっと心配になってくる質問ですね、逆にね。まあでも、終わってからが本番なんで、それでは頑張れ。うん これ下手すると永遠に続く可能性をまだ信じてる書き方ですもんね。ああ、確かにそうかもしれないですね。あとは、奥さんが出てっちゃった場合、どうしたら書いてきてくれるか。 でも、相手の人が帰ってきたいと思うかどうかなんで、帰ってきたいと思えるような人間性だったり、金だったりを持つことになるんじゃないですか腹立って戻っても何もなかったら戻ってこないですもんね。なので、まあ、なんかムカつくことはあったけど、でも一緒に住んでる方が楽だよね、得だよね、みたいな魅力をどう作るかっていうのを、多分結婚してからも続けなきゃいけないんじゃないですかね。ねじゃあ、ちょっと、正則さんにはね、お金をちらつかせ続けて、二 <laughs> 人の夫婦仲をね、え満にしてお ですけどなので、いくら浪費しても大丈夫っていうぐらいの経済力を身につければ割と丸子さまるんじゃないですか現実的なアドバイスありがとうございました。じゃあ、なんかさ最後に正則さんと正則さんに一言だけいただけるでしょうかあ、えー、と正則さん、正美さん、えーと、ご結婚おめでとうございます。末永くんお幸せに。